次はロンドン歌劇団ですね。大帝国ホテルに滞在か。お金持ちな歌劇団だな。高級すぎてちょっと入るのドキドキしちゃいます。確かに少し緊張するな。でも帝国歌劇団の代表として堂々と入ろう。はい。これはすごいな。高級ホテルってこんな感じなんですね。素敵です。ねえ君、なかなか強そうだね。あ、行くよ、勝負。さくら、これが帝国歌劇団の実力なの。勝つのは私たちロンドン歌劇団だ。何？二刀でなければやられていたよ。あんた、やるね。そこまでだ。やめろ、ランスロット。ようこそ、帝国歌劇団の諸君。僕がロンドン歌劇団団長、アーサーだ。はじめまして、神山清十郎です。ランスロットでいいよ、神山。なんだか元気ないみたいだね。最高の気分だったのに、続きは歌劇団対戦までお預けだよ。はあ、もっと戦いたかったな。これ以上やると負けてましたよ。かなり押されていたじゃないですか。私の本気はこれからだったんだけどな。確かに二刀を使った実力はわからない。底知れない戦闘力だ。いいよ、世界が見てる前で決着をつける。楽しみは取っておくんだ。私たちと当たるまで絶対に負けないでよね。ああ、歌劇団対戦で会おう。君が帝国歌劇団の隊長、神山清十郎君か。ランスロットが失礼をしたね。怪我はなかったかな。いえ、大丈夫です。俺は戦っていませんから。それは良かった。ランスロットは悪い子じゃないんだけど、ちょっと好戦的なところがたまに傷だよ。どこも体調は大変そうですね。今日はわざわざ挨拶に来てくれてありがとう。天宮さんは素晴らしい剣士だ。歌劇団対戦楽しみにしているよ。こちらこそ胸を借りるつもりで挑ませてもらいます。君たちの健闘を祈るよ。ありがとうございます。
さくら、ランスロットさんは強かったかい？はい、強かったです。今までに戦った誰よりも。ロンドンの黒騎士か。さすがは最強剣士と言われるだけのことはあるな。はい、でもなんだか私楽しくなってきました。楽しく？だってランスロットさんやユイさん、たくさんの歌劇団の人たちと競い戦える、こんな経験そうそうできることじゃないですよね。私今まで以上に歌劇団対戦が楽しみになりました。前向きな意見だな。それでこそ桜だ。さあ神山さん、次はベルリン歌劇団に会いに行きましょう。そのつもりだったんだけど、さっきあんなことがあったからな。ベルリンや他の歌劇団はまた明日にして、今日のところは帝劇に戻ろうかと思うんだ。そうですね、正直ちょっと疲れちゃいましたし。残念ですけど帰りましょうか。あ、でもせっかく二人で外に出たんですから、ちょっとだけ寄り道していきませんか？美味しいケーキのお店を見つけたんです。付き合ってください、神山さん。え、まあちょっとだけだぞ。帝国歌劇団、天宮さくら。私に2本目の剣を抜かせるなんてね。一瞬目を疑ったよ。敵とはいえ大したものだ。ランスロット、雨宮さんを倒すのに何分かかると思う？3分かな。君が3分も戦ったのを見たことがないけどね。随分高く評価しているんだな。まあなかなか面白くなってきた。歌劇団対戦、僕も待ち遠しいよ。